動画をご覧の皆さん、こんばんは、こんにちは。今週は、日曜日に京都競馬場で行われる、エリザベス女王杯について、この本誌予想、競馬ブックの本誌予想担当の長岡クラックマンと一緒に、予想していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、長岡さん、自己紹介を。こんにちは。今回ここに登場するのは初めての長岡です。よろしくお願いします。まあ、このレース、ここ2年はね、スノーフェアリーがもう圧倒的な強さで連覇してまして、でちょっと今年は外国馬の参戦がなくて、そう、どうですかね、ちょっとメンバーをこうずらっと見た感じ、どういうイメージ？イメージとするとね、3歳のビルシーナ対コバという、こういう図式になるかなという感じがしますね。そうですね。まあ、ジェネティルドンナがね、ジャパンカップに行くということで、ちょっとね、こうずっと2着で惜しい競馬がついてたビルシーナにちょっとチャンスができね、前走の秋華賞はね、もうビルシーナはほとんど勝ったに等しい内容だと思いますね。あそこまでね、全ティロを苦しめた馬もこれしかいないでしょうしね。そうですね、本当、花さんね、惜しかったですからね。で、じゃあ、というわけで、ちょっと長岡さんの、印の方を見ていきましょう。長岡さん、本命は、ビルシーナ、大丈夫だと。大丈夫というかね、この馬は、確実に走ってるんですね、デビュー以来ね、崩れたことがない。非常に集中力の高い馬だと思いますね。で、何より、逃げ差し時代、どういう競馬でもできるとよ、もう引っかかることがないから、鞍上の意のままに動けるという強さがあると思いますね。そういう意味ではね、コバよりもある意味でたくましい、という感じがしますね。これ、これ3戦目なんですけど、結構前走でも厳しい競馬してると思うんですけど、前走がね、前走ときつい競馬してるから、その反動が多少は気になるところではあるけれども、ここ2周のね、中間の動きを見る限りは、あんまり気にしなくていいかなという感じがしますね。相変わらず元気だと思います。1周前はね、ちょっと全体の時計が天がすごく遅かったけど、姉妹はほとんど馬鹿に近かったけど、反応が良かったから、特に小ずんだ様子もないですし、相変わらず削りはさえてるし、好調キープと見ていいと思いますね。ありました。これで長岡さんの本命はビルシーナ。じゃあ続いて対抗はお願いします。対抗は文野イマージン。前走も一応本命打ってね、ちょっと涙飲んだんですけどね終わってみるとね、2400がね、ちょっと微妙に長かったかなという感じしますね。で、これも成績見てるとね、2000ぐらいまでだとすごく切れるんだけど、それを超えるとちょっと甘くなる。そういう意味で2200はちょっと心配ではありますけれど、馬体そのものはね、男馬、顔負けのいい体してますし、一頃よりはずいぶん力もつけてるから、ということで一応対抗にしました。出来落ちもないと。と思いますね。分かりました。で、ちょっと3番手がね、ちょっと穴っぽいところをちょっとひねったんですけど、3番手がね、マイネジャンヌ。これがね、前走はね、オーシャンブルーに負けてます。首刺され、ほんのちょっと刺されました。そのオーシャンブルーがね、ちょっとこじつけ気味になるというか、そういう感じになるんだけど、前走のアルゼンチン共和国杯で5着来てるんですね。その時にフミノイマージンを先着した、何だったっけ、王権ブルースリーであるとか、大商店でね、大商店で先着した、ブルースリーであるとか、あと荒川の、ギュスターブくらい、それは5、6着なんだから、ちょっとね、本当こじつけ気味になるんだけど、その辺から寸法を測ると、このマイネジャンヌはちょっと格下にあるんだけど、十分こう通用するかなと、でそれよりも何よりもね、ここ2走、パドック見たらね、抜群に馬がよく見えるんですね。出来の良さはね、保証的ということで、ね、これを、大久保さん確認しました。これあれですね、よう長岡さんと言ってるさ、去年の堀川特別だったじゃないですか、そう何でしたっけ。戦力のね、ビッグスマイルとか、グルベイグとかね、グルベイグ、ビッグスマイル、あと今、石坂厩舎のドナウブル、その時の4着なんですね。だから結構、この前、強い馬と戦ってるんですね。ここで来ても隠しただけでもおかしくないかなという感じがしますね。これが穴っぽいところでということで、3番手。じゃあ、4番手は、なんですかね、ホエールキャプチャー。これがね、いいのか悪いのかよくわからない。前走がね、ちょっと向こう上まで引っかかったというね、直線がちょっとね、あまりにもだらしなかった。で、夏化け気味だって、その両下登場ということもあったんだろうけれども、ちょっとね、情けなかったので、牝馬というのは、一度ね、一旦調子崩すと、なかなか立ち直りが難しいので、あんまりちょっと評価下げましたね。わかりました。
で、まあ、バッテンは 2頭ですか、うん、ちょっとこれ簡単にちょっと説明をお願いします。ね、オールザットジャズはね、前走休み明けで馬体験、うん、これがねちょっと気になる材料ではあるんだけど、はい、今回非常にも攻め強化というか、はい、攻め強化してなおかつ動きも良かったと。ですね、で体が減ってる様子もないですし、うん、これまずいは見込めるかなという感じしますね、はい、であと1個のレインボーダリア、これ関東馬なんだけど、はい、追い切りのビデオを見る限りは非常に動きがいい、うん、でまあ、前走はずっと外回らされたし、うん、上位馬とはね、うん、着差ほどの差はないかなという感じがしてこれをバッテンにしました、うん、はい、去年の5着でしたっけ。そうですね、はい、はい、分かりました。まあ、以上はこんなところですね。はい、はい、まあどうですと、まあ、馬券的にはどうなんですかね。もうビルシーナからこう流すという感じですか、ね、いやちょっとスケベ根性を出してね、はい、マイネージャンネルのね三連服のね、うん、からちょっとね買ってみたいなという気もしてますね。あ、なるほど、うん、まあ、これ来たら結構それなりにはつくでしょうね。これね、この馬競馬がうまいからね、うん、この枠なら恋の内側でうまく立ち回れるかなと、うん、まあ、確かに相手は強いけど3着ぐらいならあるんじゃないのという気はしてますけどね。あ、はい、まあまあ、戻るかも。展開とか どんな感じになる、どうなりますかね。展開ね、うん、一応本誌は何が生かしてますかね。8番レジェンドブルー、レジェンドブルーに、それからあとはスマートシルエット、うん、まあ、レジェンドブルーはねちょっとこれでは入るとちょっと能力的に落ちると思うし、うん、スマートシルエットはねファルブラブの子ですし、はい、本質的には左回りがうまいし、うん、2200はきっとちょっと長い、うん、ということでね、あんまりペースは上がらないだろうけれど、やっぱこういうでうまく立ち回れる馬がね、一番有利かなと感じしますね。そういう意味では、あのビルシーナ、うん、これはね、まあ、どんな競馬でもできますから。うんうん、そうね、うん、言ってたマイネジャンヌも多分、まあ、ある程度前々で、前の内目で、そつなく立ち回ってくると思います。うんうん、はい、分かりました。まあ、こんな感じで。あと、まあ、僕も大体同じような、うん、印なんですよね。よく見たら長岡さんと売ってる6と6と一緒、はい、それは頼もしい。フミノとビルシーナがちょっと入れ替わったぐらいですね、うん、これまあどうですかね、まあ、前でまあ33秒の上がりビルシーナ使えるから、まあ、後ろからきついかなと思うんですけど、こう馬体合わない感じで外からもう並ぶ間もなくペッとかわすとか、うん、そういうフミノイマージンはどっちにしても本命にはしたくなかった、うん、距離がちょっと微妙に長い感じがするし、どっちにしても直線大外から来るだろうから、うん、うまく立ち回れる間にちょっとやられそうだなと感じはしてますね、はい、そっか、分かりました。まあまあ、まあ、でも大体同じような感じでですね、うん、はい、はい、まあこんなとこですか。なんか言いたいことあれば他。いや特に、まあ、せっかく出てもらってるんで、まあ、土日でちょっとおすすめの馬でも一頭最後に言ってください。女王杯とは別に何かないですか。上海と別に、うん、11です。ファンタジーです。あーローブティサージュ、あ、うん、勢いのある菅井厩舎、まあ厩舎も勢いあるしね、うん、このまあ前走がね時計自体は平凡、上がり時計も平凡なんだけど、うん、時計とか着差以上に強い。そうですね、まあ、うん、なんかスッと抜けてきてもう一気に突き放したという感じで、ね、動きも、ね、非常にすがるいし、うん、まあ専用だけどね、うん、この外回りならね、うん、十分対応できるし、この外枠もね、うん、いいと思いますね、はい、はい、分かりました。ということで今週の一応ローブティサージュだそうです。というかで、まあ、最後ちょっと話それましたけど、まあこれで上杯のこの検討会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。